るちゃんです。文旦です。今日も動画を見てくれてありがとうございます。我跟文旦呢现在人在北海道的札幌。るちゃんの故郷だ。So, 因为我来日本第一个生活的地方就是北海道札幌，来交换留学。那因为这一次呢，我们来北海道看南泥花旦夕的演唱会，其实我们昨天已经看完了。那今天一整天想说带文章去走一走我以前生活的地方，还有我想要和他去的地方这样子。昨日の南泥花旦夕どうですか？昨日良すぎてね、みんなのファンになっちゃった。文章可能因为是男生真的太显眼了，然后大家就一直给他放沙比斯放沙，就觉得文章超幸福的。结束之后文章就一直说有来真的太好，然后我听到也觉得超开心的。この距離ぐらいで来たんですよ本当に、なんか俺を見た瞬間はっみたいな感じで道枝くんね。そうでめっちゃ手振ってくれて而且文章就一直这样一直这样，然后他们就也都跟文章比回去超可爱的。なんか来てよかったね。ねえめちゃめちゃ興奮しました。すごいね、暑くなる一日でした。楽しかった。で、今日はいろいろ回ろうかなと思って、那我们今天会去北海道大学白色恋人工厂，还有我以前非常喜欢吃的寿司透一董。虽然我因为怀孕没有要吃，可是文章就可以吃很多。我觉得透一董真的是北海道最好吃的回转寿司。東京でもトリトン食べたことあるんですけど、なんか北海道の本家のトリトン食べたことないんで、すごいね、期待。全然違うから。ちょっと楽しみにしてます。行こう。 Let's go。 那因为我们现在离我以前住的学生宿舍很近，所以我们想说去门口看一下下。懐かしい。昔はねここいっぱい雪積もってたのよ冬の時に。あマジで。うん。やるのこういう話聞くのは嬉しいな。楽しい。我天哪，文章真的是大天使哎，超可爱的。だってルーの過去が知れるわけだ。我以前真的就是拖着一个行李箱，然后超兴奋来到这里，来到我的宿舍前面，想说啊，全部就要从这里开始了这种感觉。啊，なんか想像できるね。ルーちゃんの超キラキラした目でさ、周りこう見ながらさ。あれしたんだろうね。しかも最初は何も本当になかったから、さっきの寮の近くのドラッグストアで、トイレットペーパーとかシャンプーとかいろいろ買った。ああいいねいいね。そうもう本当に北海道好きなんだよね。それが全部昔の思い出が集まってるから。这次没有带文章走正门，走我以前上学的时候都会走的侧门。跟大家说，这里呢真的是到十月的时候全部都是银杏。那现在比较可惜是全部都是绿色的，银杏真的超美的。我之前每天来这里都会拍张照片。毎日写真撮ってたんだ。嗯，そう、綺麗だった。じゃあ本当毎日が輝いてたんだね。じゃあもう下全部イチョウが散らばってカーペットみたいになってんだ。そう。本当だ、イチョウだね。なんかね、11月だったかな。北大は毎年金曜祭やって、これ豚汁とか配ったりとか買いたりとかしてる。いいねそういうの。イベントあるんだ。なんかライトアップもして見ながらなんか豚汁飲んだりとか物を食べたりしてた。ああそういうのいいな。豚汁いいな。寒い時に豚汁でしょ。そう。めちゃめちゃ最高じゃん。因为今天是礼拜六，所以没什么学生，都是很多家庭啊，还有一些人在慢跑这样子。結構のどかな雰囲気で結構好きですね。ね、而且因为我们那时候大学都会有第一二三节课，那中间会有空堂嘛。然后因为我们学校真的太大了，所以我就会坐在路边的长椅开始发呆，就是感受风景，因为太美了北海道大学。あと食堂は生協一緒になってるから、いつもご飯食べ終わった後生協行って。デザート買ってる。ブラウニー。私の大好きなあのブラウニー。青いやつ？そう。あれでめちゃ好きになった。我们现在在走去食堂的路上，看到一个小池子。花もあって綺麗だね。ね。各位二号，我们今天本来要来吃食堂，就发现食堂没开。其实昨天我还有上网查，网路上明明就写有开，好难过哦。しょうがない。しょうがない。まあ北海道いっぱい美味しい食べ物あるからそれ食べに行こう。白い恋人工場行くときに何か美味しい店があったら食べに行こうね。でもね向こうはねセイコーマートがあるからセイコーマートであの飲み物買いたい。はいよ。我买了一个セイコーマート他们自己出的柠檬水。啊，对，你好，你好。哦，谢谢谢谢，谢谢你谢谢，啊谢谢，很开心。你们来北海道玩吗？对啊对啊，来北海道，我们今天就回去。哦，真的。
我们随便找一家看起来很好吃的店进来，结果没想到它竟然是自取式的，天哪，好期待哦！見て。哎，美味しそう。美味しいですよ。啊！ありがとうございます。这里好多。富ちゃん、学食食べれないけど、店で食べれるようになった。ねえ、本当に。啊，めっちゃ美味しそう。しかもみんな親切。そう。しかも全部健康的だよ。見て、文旦の今。哇，文旦健康。揚げ出しとっても美味しそうです。豚同士生姜にもある。哇，天哪，运气超好的，随便进来一家店都这么棒。我果然最喜欢北海道了啦，讨厌！那他们这里还可以单点白饭、跟味噌汤，还有咖喱这些东西。ありがとうございます。本当に嬉しい。跟大家说，我们真的是误打误撞找到这家店，还好没有吃中央食堂哎，这家好棒哦！我们两个以为本来只是一般的定食屋，没想到这种可以自助的，觉得超开心、超棒的。なんか適当にドライブして、あ、ここなんか美味しそうって思って入ってみたらなんかすごい美味しそう。しかもここの店員さんめちゃめちゃ優しくて話しかけてきてくれます。嗯，然后我们这里还另外点了一个玉子烧，他们等一下会送过来。我们的玉子烧来了，来了的，好美味しそう。いただきます。いただきます。哇，豆腐も入ってる。味噌汁的美味しい。嗯，めっちゃちょうどいい味。对，它的调味都好刚好哦。天哪，炸豆腐也超好吃，我要疯了，这下超棒的，大推推荐给大家。なんか店内もね、広くて綺麗なのよ。味全部ちょうどいい。なんかすごい日本食のいいとこが出てる。对，真的是一个超级意外的发现，超级开心的。こういうとこが身近にあるのが羨ましいね。羨ましい。やばい、北海道移住しよう。ホッケマジで美味しい。脂めちゃめちゃ乗ってるの。めちゃくちゃ美味しい。プリプリ。やばい。脂めっちゃ乗ってない？它的鱼肉好嫩哦。いやこれはね頼む価値あるわ。我来试试看他们的千座鱼子烧。やばい。やばい。甘口？甘口。哦。哦，好好吃哦。欸，如果住在这附近，我觉得我会每个礼拜来耶。だからそもそも甘口とか選べれるのがすごいよね。あまりないじゃん。嗯。マジうまいんだけど、卵焼き。卵焼き最高です。哦，每个的我觉得都可以点。炸物还好，因为炸物有点冷掉了。可是其他像是鱼啊，或者这种现做的，超级好吃，大推。めっちゃテンション上がる。ね。いい店あったわ。白色恋人工厂，那个也太爽。他们这里有分成免费区域，还有需要费用的区域。那外面是免费可以自由拍照的地方，我们现在外面晃一下下。因为现在是九月，所以他们这里目前的是万圣节的装饰。我们现在来买入场的票，为了加快速度，他们这里有提供纸，可以先写有几个人。那这里语言呢，有日文，还有英文，还有中文。我买完票之后呢，工作人员有给我们两块白色恋人的饼干，还有他们现在活动有的甜点，还有食物。なんか入場料そこまで高くないのに、これまでくれるんだ。さあ、良心的。ふーちゃん大好きな白い恋人、こんな感じで作られるよ。すごい人少ないね。ねえ、全部機械に任せてる。すごいね。然后大家看。他们那边的荧幕有写，今天已经制造几个了。那现在呢？白色恋人饼干是做了13万个，年轮蛋糕是0个。大家看那个是装箱的样子，很酷哎。我们买的白色恋人的混合口味双麒麟。ジャンボと200円しか値段変わらない。我买的是标准的400日元，巨大号是600日元。可是我觉得这标准就很大了。冰淇淋，哎。ね、多分ちょっと他のソフトクリームと違う。日本。
好，大家，现在我们要去吃晚餐，我们要吃的就是回转寿司 Torito。我最最最最喜欢的回转寿司店，超级开心。然后我们现在其实还不到晚上五点，就发现这里超多人在排队，果然超夯。まあでも今回はレンタカーの車の中で待ってるけどね、まだねいいかなと思います。じゃあ行きましょうか。とりあえず番号蓋を引きましょう。そうだね。ルーちゃんは妊婦さんだからあんまり生ものを食べないようにしないとね。そう、私はね。唐揚げ、そう、唐揚げとイカゲソ。竟然要等35组，好惊人哦！我大家看，我们真的是5:12的时候去按号码牌，太扯了！果然真不愧是我最爱的回转寿司店。まさか5時に入って35組待ちとは思わなかったね。大家现在我们已经等了40分钟，然后前进了15组。我们文当呢，盖在旁边睡觉，现在在滑手机玩游戏，都不理我，我超无聊的。哇，都有多少？哇，都是一个人说，因为就是一直等，真的很无聊。然后我就开始上网找大家的心得，越看越想吃，要崩溃了。而且跟大家说，我们刚才5点去抽号码牌的时候，前面排了35组，然后刚才去看的时候，发现变成排60几组。我想说，哇，好险我们有早一点来耶！60几组真的是不用等了，因为我们今天还要还车，就怕时间会来不及。什么问题的呢？我们现在进店里了，大家看他们店里吧台这里呢，有今天特别推荐的鱼类。可愛い。本日はご来店いただき誠にありがとうございます。リキビの西口と申します。本日はよろしくお願いいたします。お願いします。何かございましたらお声掛けくださいませ。それではごゆっくりどうぞ。失礼いたします。なんか北海道のこういうところが好きなんだよ。東京ではない。他们这里点餐是用平板点餐，而且语言还蛮多可以选的，而且中文有分简体字跟繁体字，超贴心。哇！文当最爱，我主要就是吃一些炸的。哇！啊！おしいね。ね。嗯。何？味がめっちゃしっかりついてる。普通のね、キャンメスと違う。だしがめちゃめちゃ効いてる。最高。わあ。あったホタテ。わあ、これ私も飲みたい。いいよ。我来喝喝看它的干贝味噌汤。哎，就是我真的很喜欢这家回转寿司，我真的是大力推荐给大家，我觉得超好吃，整个身体都暖了，好新鲜。它虽然只是味噌汤，可是它的海鲜味就很浓，超好喝，超推。而且这家回转寿司它价格又不贵，然后种类又多，我觉得超级推荐。大家来北海道不要只吃根室花丸，你们真的可以来试试看 Torito。我们闻到吃这个期间限定的南蛮虾了，这个也一定是超厉害。トロトロのエビだね。しかもめちゃめちゃプリプリだし、これで473円は安いわ。我来试试看它的炸鱿鱼，这个就是我能吃的东西了。闻到旁边吃干贝，可愛い。いただきます。嗨！哇，好鲜，好嫩，而且完全没有油耗味，好好吃哦，好新鲜。ここ店内の雰囲気もめちゃくちゃいいね。なんかみんな元気があって、接客もすごい。でしょ？ここ大好きなの。我们文当吃了第二盘虾子，普通のとこ行った倍ぐらいある。幸せそう。お客様お待たせいたしました。もう2皿いったよ。新半蔵町の皆様。今回の旅は1800円ぐらいですね。ガソリン。よし、買いましょう。嗨，大家，我们现在已经回到饭店了。ありました。トイト美味しかったでしょ？美味しかった。めっちゃ美味しかったよね。トイトマジ私の一位。
なんかね、ネタが一つ一つ大きかったね。うん。しかも、一つ一つ美味しかったし、うん、最高でした。おすすめです。皆さん、来てください。今回は、まあ、なにわ男子に始まり、うん、最後はね、トリトンで終わり。とてもね、充実した北海道旅行でした。よかった。また来たいね、本当に。うん。今度は、まあ、函館とか小樽とかね。あ、行きたい。あの、札幌以外のところ行きたいね。うん。今回はもう完全に札幌限定だったから。まあ、それはそれでね、楽しくて、札幌をね、すごい満喫できました。やっぱりね、レンタカーって、やっぱり車乗っていろんな発見ができるね。そうそうそう。今日の昼ご飯もめっちゃ美味しかった。ね、あれは車なかったら発見できなかったね。うん、幸せだった。うん。今回の北海道旅行、私にとってマジで幸せ。接下来呢、等到小孩子出生之後、就都是三个人了。所以我们就想说、现在要多制造一点两个人旅行的回忆。まあ、お腹の中いて、まあ、ほぼ三人みたいなもんだけど。でも今回ね、本当なにわのおかげで北海道来れました。そうね、またなにわ男子北海道当たればまた来たいと思います。お願いします。好，那谢谢大家看我们今天这一支影片。这一支影片呢，就是一个非常非常随性的北海道札幌旅行记录 vlog。那我们下次影片再见，大家见，拜拜。拜拜。拜拜。まずこっちを醤油で、君と終わらない歌を歌おう、たとえ夜が明けようとしても。